マイリンダ・ケルメンディは、コスボのペア出身の柔道選手。階級は 52kg 級。2段、柔道は8歳の時に始めた。コーチのドリトンクカによる指導のもと、ヨーロッパにおけるジュニアの国際大会では、頻繁にメダルを獲得するなど力をつけていった。2009年には、世界ジュニア 52kg 級で優勝を成し遂げるまでになった。今大会は、 愛イ名義での出場だったために、表彰式では愛イの旗が形容されたものの、国際スポーツ大会の場において初めてコスボの国歌が流れた。なおこの当時、世界チャンピオンの中村美里を破って、オリンピックで優勝するのが夢だと語っていたが、後にそれが現実のものとなった。2010年にはシニアの国際大会であるグランプリチュニスでも優勝した。 世界選手権にも出場するが、そこでは3回戦で敗れた。その直後、ヨーロッパジュニア選手権で2連覇を達成するが、世界ジュニアでは5位に終わり、こちらは2連覇ならなかった。現在は、地元の一本柔道クラブでトレーニングを積みながら、国際大会を転戦している。2011年8月の世界選手権では2回戦で、敗れるが、10月には、 国際大会で3大会連続優勝を果たした。この時点では、コソボオリンピック委員会が IOC のメンバーとして承認されていなかったために、IF 主催の国際大会では IF、それ以外の国際大会ではアルバニアの名の下で参加していた。国際大会で結果を出してきたことにより、アゼルバイジャンをはじめとした、いくつかの国から大金を積まれて、国籍変更を打診されたが、 何よりもコソボ代表での出場を望んだために拒絶した。2012年4月にイフがコソボの加盟を認めた。しかしながら5月に IOC はケルメンディに対してコソボ代表内氏は個人参加でのオリンピック出場は認められないのでコソボと共に市民権を有するアルバニア代表として出場するようにと伝えた。ケルメンディはコソボ以外にも アルバニアのパスポートも所有している関係からアルバニア代表として国際大会に出場した経験があり IOC がアルバニアに支給したオリンピック奨学金をもらいさらにはアルバニアオリンピック委員会もすでにケルメンディをアルバニア代表として選出している状況下では IOC の名の下での個人参加ではなくアルバニア代表として出場することが適切であると IOC 会長のジャック・ロゲは語った。これにより、ロンドンオリンピックには、アルバニア代表として出場することとなった。7月のロンドンオリンピックでは3回戦で、モーリシャスのクリスチャンヌル・ジョン・キルニオを打ち返しで一本負けを、喫した。10月のグランプリアブダビでは、国際大会において初めて、コソボ代表としての出場が認められて、今大会に連覇を達成した。 2013年2月のグランドスラムパリでは決勝で橋本勇希に指導にで敗れた。4月のヨーロッパ選手権では準決勝でイタリアのオデッテジュフリーダに有効で敗れて3位だった。5月にはランキング上位選手で競われるワールドマスターズで優勝を飾った。8月にリオデジャネイロで開催された世界選手権では準決勝で橋本勇希に指導にで勝つと、 決勝では地元ブラジルのエリカ・ミランダを合わせ技で破り優勝を飾った。2014年には2月のグランドスラムパリと4月のヨーロッパ選手権で優勝を飾った。8月にロシアのチェリャビンスクで開催された世界選手権ではロシアがコソボ市民への入国詐称発給を拒否している関係からアルバニアのパスポートで入国して愛不名義で戦うことになった。 その決勝では、ルーマニアのアンドレア・キトを技ありで破って2連覇を達成した。なお、表彰式では、アイフの旗が形容されて、オリンピック参加が流れることになった。10月に IOC はコソボオリンピック委員会を仮承認すると、12月には正式に承認した。これにより、2016年のリオデジャネイロオリンピックにコソボ代表で出場することが可能となった。 2014年の最終ランキングにおいて、女子の前回級の選手で最もポイントが多かったことから、アイフより5万ドルを贈呈された。さらには、コソボ大統領のアティフェテ・ヤヒアガから、大統領功労勲章が授与された。2015年は3連覇がかかっていた8月の世界選手権には怪我のため出場しなかった。9月のヨーロッパカップブラティスラバでは、 約10ヶ月ぶりとなる個人戦での復帰戦を優勝で飾った。10月のヨーロッパオープンディスボンでは決勝でトレーニングパートナーでもある同じコソボのディストリアクラス2期を指導3で破って優勝した。続くグランドスラムパリでも優勝した。グランドスラムアブダビでは準決勝でミランダに総エリ絞りで敗れて3位に終わり、2013年4月のヨーロッパ選手権。 以来2年半ぶりの敗戦を喫することとなった。2016年2月のグランドスラムパリでは3連覇を飾った。4月にロシアの火山で開催されたヨーロッパ選手権では当初国交のないロシアがコスボの名の下での出場を拒否していたものの交渉の結果認められることになった。その決勝ではフランスのプリシラネトに一本勝ちして2年ぶり2度目の優勝を飾った。 6月のグランプリブダペストでは、決勝で同僚のクラス2期を指導3で破って優勝した。8月のリオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で、前回のオリンピックで1本負けしたルジョンティ相手に慎重になりながらも指導3を取って手堅く勝ち上がった。準決勝で事実上の決勝となる。 世界チャンピオンの日本の中村美里と初めて対戦することになったが、序盤に指導を取った後は、寝技の名手として知られる、中村の寝技に気をつけながらも指導ポイントを守り切って勝利すると、決勝ではイタリアのオデッテジュフリーダを有効で破り、コソボの選手としてはオリンピックで初めてとなる金メダルを獲得した。なお、今大会は、コソボ大統領のムサチも、 会場で感染していた。一方で、2016年6月に、フランス南部で合宿をしていた際に、ドーピング検査を拒否していたことが発覚した。しかし、この時は、権限のない検査官からの打診だったため、ケルメンディのコーチがアイフに問い合わせたところ、応じる義務はないと助言されたことにより拒否したのだという。その後に受けた検査では陰性だったこともあり、アイフは、ケルメンディ側に、 問題はなかったと結論付けた。なお、ファン投票により2016年のアイフ年間、最優秀女子選手に選出された。2017年2月のグランドスラムパリでは、決勝で角田夏美を技ありで破って、今大会4度目の優勝を飾った。ヨーロッパ選手権では3度目の優勝を果たした。8月の世界選手権では準決勝で、ししめあいと対戦すると、 9分30秒もの戦いの末に内股すかしの技ありで敗れると3位決定戦でもミランダに技ありで敗れてメダルを獲得できずに終わった。1年2ヶ月ぶりの復帰戦となった2018年10月のグランドスラムアブダビでは予選で頭部を負傷するも決勝まで進むが10フリーダとの対戦途中に医者に止められて危険負けとなった。 続くグランプリタシュケントでは優勝した。2019年のグランプリテルアビブでも優勝を飾った。この際に世界チャンピオンの安倍歌とは2020年の東京オリンピック決勝で対戦することを望んでいると語った。2月のグランドスラムデュッセルドルフでは準決勝で韓国のテイヒロシ系に技ありを選手されるも反則勝ちで逆転するなどオール一本勝ちで優勝した。 6月のヨーロッパ競技大会では準決勝でフランスのアマンディーヌ・ブシャール決勝でロシアのナタリア・クジュティナをそれぞれ技ありで破って優勝した7月のグランプリブダペストでは準決勝で前田選手間と対戦して技ありを選手しながらもともえ投げと背負い投げの合わせ技で逆転負けすると3位決定戦でもスペインのアナペレスボックスに技ありを選手しながら 横四方方で逆転負けして5位にどまった。なお、ケルメンディが危険負けを除いて技で一本負けしたのは2015年10月のグランドスラムアブダビにおいて寝技で敗れて以来約3年9ヶ月ぶり立ち技に起因した一本負けは2012年7月のロンドンオリンピック以来7年ぶりのこととなった。八月に東京で開催された世界選手権では 準々決勝で、ししめに反則勝ちするも、準決勝で安倍と初めての対戦となったが、GS に入ってから、横四方方で敗れて3位にとどまった。10月のグランドスラムアブダビでは、決勝でジュフリーダに一本勝ちして優勝した。2021年1月のワールドマスターズでは、準決勝でブシャールに反則負けして3位だった。2月のグランドスラムテルアビブでは準決勝で、 イギリスのチェルシー・ジャイルズに内股で敗れて3位だった。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは初戦でハンガリーのプップリー以下に技ありで敗れた。アイフ世界ランキングは5520ポイント獲得で5位。ありがとうございます。